現在2月10日の午後9時半、閉店したばかりのゲームソフトコーナーにお邪魔しています。こちらの方でお店の方々が何をしているかと言いますと、そうです、ご覧ください、話題のゲームファイナルファンタジー8、発売まであと半日と迫り、箱の中から次々とソフトが取り出され棚に並べられています。明日ですけれども、はい、どれぐらいのお客さん並ぶんでしょうね。やっぱり1000人2000人とか並んじゃうんじゃないですかね。この勢い見ますと、もうすでにそこに外に並んでる方もいますんで。え、今ですか？どこでしょう、店頭何時に来ました？夜中の2時。いや、昨日の昼間。昨日の昼に1時。今販売が始まりました。今20時間並んだ最初の男性が新作ソフトを手にしました。制作費はおよそ30億円。ゲームクリエイター200人が1年半をかけてこんな映像を作り上げました。いや、もう CG がすごいですよ。生きてますよね、これね。等身大の人間と同じサイズ動きますから、すごく感情移入しやすいんじゃないかな。どんどんグラフィックが良くなってきてるんでね、すごい興奮が倍増されるんだと思うんですけど。このキャラクターの動きはコンピューター上に人間の動作を再現するモーションキャプチャーで作られたものです。本当にちょっとした筋肉の動きっていうか、人間って些細な動きしますよね。そういったものまで表現できているので、まあ、お人形さんが動いてるんじゃなくて、まるで生身の人間が動いてるように見せていますね。路上の方に2列になって並んでくださいね。詰めてください。今回で8作目となるこのゲームを少しでも早く手に入れようと、東京秋葉原の販売店には朝から数多くのお客が訪れました。昨日の4時ぐらいですか。徹夜ですけど、やっぱグラフィックがすごいんじゃないですかね。ムービーがものすごい綺麗なんで。精密な3次元 CG が売り物のこのゲーム、前作は国内で371万本、世界でも657万本を売り上げています。今回も7800円という値段にもかかわらず、予約分だけで218万本を記録しました。ゲーム業界はプレイステーションに対抗して、去年の11月にセガがドリームキャストを投入していますが、ゲーム機本体とともに人気ソフトをめぐる戦いも一段と激しくなりそうです。